はい、えー、皆さんどうも、こんばんは、山竹です。今回ですね、あの、ビッグローブさんで契約した、あの、3G LTE プランですね、あの、1ギガ、毎月1ギガのプランなんですけど、そちらで契約したこちらの iPhone ですね、の、えー、4、5ヶ月使ってみた感想を話そうと思ってます。で、一回動画、えー、この辺に、この、この辺に、この辺に動画の、 url 貼っときますが、はじめ紹介したときに、あの、3G にしか入んないじゃん、みたいな感じで言ってたんですけど、その後ですね、ちょっといろいろ調整してみた結果、ちゃんと電波 LTE で入るようになったんです。ちょっとなんか、ピンボケしてんな。まあ、なんとなく伝わってくれればいいと思うんですけど、ドコモのこのマークの、マークのこの左、あ、左じゃない、右側に LTE って入ってるんですけど、しっかり LTE で入るようになりましたね。で、 ワイマックスも持ってるんですけど、なぜね、このスマホに、このビッグローブの 3GLT プランのシムを挿して使おうかなって思ったかっていうとですね、やっぱワイマックスって電波ちょっと弱い、弱いというかあの届かない場所が結構あるんですよね。で、そんな中で、あの、地下鉄とかやっぱりワイマックス絶対厳しいんですよね。あと、大きい建物の中とかだと。 で、そういう時にですね、あの、パズドラとかやりたいなと思って、もツイッターとかパズドラ用なんですよ、ほぼ。ネットだけなんで。あと、LINE も直く,く、LINE とかはもう一個のスマホでやったりはしてるんですけど。で、こちらの、まあ、そのゲリラとかね、パズドラの。その、やりたい時間にこうワイマ m a x 繋がってなくてできないっていうことを避けたかったんですよ。そこで契約したんですけど、 電波の範囲はとてもいいですね。地下鉄とかマ m a x 届かないときも、まあ、LTE は入らないにしろ、あの、3G ではちゃんと入るんですよね。それがね、ちょっと嬉しくてしょうがないかったですね。で、LTE の時も普通に動画とかも全然、3G でもまあちょっとカクカクはしますけど、動画見れなくはないぐらいの、えー、回線の速度では、えー、速度は出ますね。はい。まあ今ちょっと速度やろうかと思ったんですけど、そんなに、 今ね、速度多分見てもそんなにね、変わらないんで、1名がもう10名がもなんで今ちょっとそれはやらないでも、自分のね、思った感想だけを伝えて今日は終わりにしようと思ったんですけど、結構いいですね。これで月だって大体1000円弱か、1000円ぐらいか、それぐらいで済んでるんで、まあ、結構自分的には満足ですね。それでまあ、こんな、毎月ツイッターとかパズドラとかができるんだったら、もう全然ありですね。だからこのスマホと、 ビッグローブシムのこのスマホとカラッキーを持ってたらもう最強なんじゃないかな。一番多分コスパいいんじゃないかなみたいな思いながら最近は生活しますね。はい。ということで以上でこのビッグローブの 3GLT プランのえこう4、5ヶ月使用した感想をえ話しました。またね、次回の動画で会いましょう。チャンネル登録などお待ちしております。それでは。